じゃあ本当泥棒が入ってかもしれないです。マジか。はい。まあ、来とるやん、来とるじゃん。マジマジ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。です。問題が起きましたね。事件ですね。大変なことが。泥棒が入っちゃいました。泥棒入りましたね。会社の倉庫に。会社の倉庫に。まあおそらく泥棒。まあでもまあ何取られたかっていうのもね、塗料がたくさんありすぎてまあ分からんすけどね。そうですね。まあ塗料倉庫で、はい、そのセコムと警察官2名が来て、はい、で普段セコムだけが来るんですけど、まあ、はい、あの人の出入りがすごかったって言ったんで、そのセンサーになってからの、はい。そうですね。なので警察官が来てくれたらしいんですよ。はい。すごい早かったみたいで。なんかバーっとこうなんか何回も出入りしとったらしいんですよね。なんかセコムの人に聞いたら。でそのセコムのセンサー自体もあの動物では反応しないって言ったんで、反応しない。高さの状態で、ね、で人間の腰ぐらいの位置にセンサーをセットしとるもんで、まあ動物がまあはジャンプを何回もこうやってね、動物がこうやってジャンプセンサーをこうやってそうそう、高瀬さんこう何回もジャンプしときゃその多分センサーそんな賢いダメそんないたっけそんな動物いたっけいやないでしょない無理だもんで、ね、多分ね絶対人だもんで、ね、そう人間でも開けたら鍵開いてて、はい、で鍵かけてあったんですよ、その後そう、鍵であったらしいんですよね。でそのもう鍵の番号を知っとる人間ですよね。やっぱり多分そうですね。で、はい、塗料倉庫にはよくあの洗浄機、はい、結構高いです30万ぐらいするんですよ、はい、が3機、はい、あとエアレスの吹き付けの機械ですね、はい、コンプレッサー、はい、まあ、高いものだとその辺あと塗料でもフッ素が高いじゃないですか。あー高いですね。1缶3万とかしますね。で、あと一番犯罪に使われやすいのがトルエン。トルエンって何ですか先生。あれ知らんすか。トルエンって何ですか。いや逆に教えてほしいです。先生はい、トルエンって、はい、よくこうやって吸う。ああそう、あなんか昔のよく漫画とかでありますね。なんか変な暴走族の人たちがこうやってなんか警察が来た時のね、はい、動画流しますんで、はい、この後もうリアルですね。本当にもう緊張感がすごいです。リアルガチ緊張してもうちょっとはい、はいはい、じゃあ実際の映像に、はい、いきますか。どうぞ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 、早く変わってどうぞどうぞ、早く変えてどうぞ、どうぞ。あー、はい、オッケー。人らしいですよ、セコムと撮影撮っとんのに。みーちゅ迎えに来たよ。じゃあほんと泥棒が入ってかもしれないです。マジか。うわ、来とるやん、来とるじゃん。マジマジ。え、どうしたんすか。なんかやったの。いや、やってないです。泥棒来たんすか。大丈夫ですか。なんかセコムと警察が来とるって感じで。誤作動センサーが、いや、開けて誰かが入ったのは間違いないっぽい。え、嘘マジですか。もう鍵、まあ中のね、赤外線が反応してるらしいので。いや、今からだと入る人なんかおらんすよね。いないですよね。誰も行ってないです。扉と中の赤外線が発光してるので、いわゆる壁とかでの誤作動っていうのはないですか。人がもう明らかに通ってますか。触れたりとかそういうのじゃないですか。こうあるじゃないですか。はい。こう揺れたりとか、いや、触れないとこの扉の方のフェイカーだけが異常になるので。あ、しかも揺れ止めにしてあります。今揺れ止めしたですね。こっち側鍵もかけたったはずなんで、風とかでならんように。これも塞がれてますので。物盗まれとなんです。それ何時頃とかって分かります。その大体そのセンサーがこれ。あ、大丈夫です。10時思ったよりやばかった。やばいね。思ったよりやばい。人が通ったってことですね、絶対。人が通ったですね。ここ開けて1回も人が通ったら、このセンサーの反応しようと。そうです、はい。猫じゃ反応しんすもんね、高さがあるんで。猫でもしかして反応するかもしれない。なんか入って、まだ別にただ扉開いてないもん。そうです、扉が、形状を変えたままなんで、猫が入っても中の方のセンサーしか。あ、扉が開いたっていう形跡もあるんですか。はい。マジですか。え、やば。どうしよう。どれ。いやでもトルエンなくなってないです。それちょっと心配ですね。やばくないですか、そんなやったら。持っていくものしたら、多分機器かシンナー関係、ちょっとできるんですけど。1本だけ何本ってこう、いや、何本かあったと思うんです。マジですか。やばくないですか、トルエン取られたって。いや、多分ここ、こっちに。あ、TC にあるね。あるあるある。いずれにしても今なくなってるものってちょっとパッと分からないってことで、まあ、分からんすね。これがあるよ、ないよっていうのが。うん、なのでまあ一度まあ確認していただいて、まあ、もしまあ昨日もらったのは今日ないとかですね、あるいはまあ誰か入ったのが分かったとかですね、多分連絡いただければと思うんですけど、ちょっと今まで分かんないんですから。上はないですか。上もそうですね。犯人隠れとらんす。絶対やばいっしょそれ。でも本当に泥棒とかいるんですか最近。じゃこれ、まあいっぱいいますけど、まあその倉庫に入る方だと結構特殊な人だと思いますね。なんかお金にしにくいですもんね、こうね、普通の人には現金とかじゃないんで、はい。
最近ないですか、セコムもなんかいっぱい入られたみたいな、この辺で。この辺で、この辺はまだちょっと聞いたことはないんですけど、セコム。ああ、なんか連発しとったら怪しいですけどね。まあ例えばまあ携帯ショップさんとかね、まあやられたりすることもあるんですけど、まあ携帯で持ってやるので、まああんま倉庫とか入る人はあんまいない感じですかね。特にこの時間帯っていうのはやっぱり。あ、これなんかそのまあおまわりさんたち来たじゃないですか。うん、はい、あの。セコムさんの方から連絡、自動でも、あ、自動でなんですか。はい、近い、あ、そう、はい、また連絡いただければ、はい、はい、すみません、はい、ありがとうございました。お願いします。怖いね。めっちゃ怖いですね。結構ガチでやばいですね。これでもまだ倉庫へでまだ取られるものがまだ、まあ、最悪取られたとしても洗浄機、洗浄機、あとトルエン、死んだ感じ、はい、まあそれ危ないですかね、犯罪に使われちゃうんで。はい、ね、ドバとかも気をつけなかったですね。まあドバの場合足場材があるで。トラックね。いくらぐらいするんですか、あれ全部で。全部で、まあ奥は行くでしょうね。奥、はい、送り人って呼ばれてるんで僕あの世にいるんですよね。あの世に送り人、あの世に送り人あの世に送り人か刑務所に送り人。リリちゃんなんかいただけますか。リリちゃん送ったってください。もう送ってあげます。もうあの世に送り人。あー招待しますわ。もうそれやばいって。泥棒あるあるになっちゃう今この背景が。泥棒セコム警察まあまあだね、本当にみんな気をつけた方がいいですね。気をつけた方がいいです。港区ですけど名古屋もまだ治安が悪いんで、セコムとセコムやってても入ってくる。まあセコムやってても入ってくるんで、はい、まあ、まあでもいいですよね。まあやっぱもうその中のセンサーまで反応したらセコムと警察までね、きちっとパーンって連絡がいって、うん、警察も一緒のタイミングぐらいで多分来てるんで、うん、早かったと思うんですもんね。そう、早かったです。まあ今日はちょっといきなり警察とセコムが来たということで、まあいきなりちょっとねカメラの方回させてもらったんですけど、はい、ちょっとびっくりしましたね。本当にね、初めてじゃないですか、倉庫に住むの警察なんか。そう、警察まで来るなんてないですよね、本当に。そうそうそう、ミッチついにやったなって本当ちょっと思っちゃった。本当にずっと一緒にいた今日朝やめて本当気をつけてくださいね。はい、皆さん気をつけましょう。まあ、すごい物騒になってきたんで。そうですね、まあ、会社とかだったらやっぱもうセコムとかそういうの絶対入れた方がいいと思うんで。そうですね、今回はね面白い動画じゃなかったかもしれないですけど、まあ、そうですね、登録者盗まれなくてよかったですね。皆さん用心してくださいということで、チャンネル登録とね、はい、グッドボタン、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ザッ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 、セコムザッ、セコムザッ、警察ザッ。やばいっすよ、舐めとるでしょ、警察。また見てー。